すごいんだっていっぱい感じた。私の世界を変えてくれたのはユズなんだって。聞かせてって言ったのは私だけど、こんな風に面と向かって言われると照れちゃうね。でもすっごく嬉しい。うまく言えないけど、本当に刺激的で目の奥がジーンと熱くなって、スクールアイドルでよかったって改めて思ったんだ。ありがとう。アクアのパフォーマンスも最高に輝いてるって感じだったよ。私たち輝いてた。うん、とっても9人のダンスフォーメーションが息ぴったりで迫力満点だった。私たちももっと頑張ろうって刺激をもらったんだ。刺激をもらってるのは私たちの方だよ。初めてミューズのライブを見た時は本当に衝撃的だったから、普通の高校生がこんなにキラキラ輝けるんだって知って、私もその輝きを見つけたいってずっと追いかけてるんだ。その話何度聞いてもくすぐったいけど、チカちゃんにそう思ってもらえて私幸せだな。ミューズのみんなとスクールアイドルもできているだけでも幸せなのに、アクアのみんなとも仲良くなれて、私こんなに幸せでいいのかな。いいと思う。だって私も今すっごく幸せだから。ミューズのみんなとこうしてライブで会えるだけで笑顔になっちゃうんだ。その気持ちよーくわかる。この前の合同ライブもとっても楽しかったよね。またあんな風にみんな笑顔で合同ライブもやりたいね。やりたい。実は私もこの前の合同ライブの後からずーっとそう思ってた。そうなの？じゃあやろうよ、私たちの合同ライブ。うん、やろう。控え室に戻ったら早速みんなに相談してみるね。楽しみだな。あ、今度はみんなで合宿とかできたらいいよね。合宿、あ、やりたい。どこがいいかな。東京で合宿も憧れるし、内浦に来てもらうのもいいな。ちかちゃん家に泊まれたら温泉に入りたいな。内浦だったら海があるから、海ちゃんの特訓メニューに遠泳が入りそう。ようちゃんやかなちゃんが喜びそう。それに全部こなせたらすっごく体力がつくんだよね。どんな特訓になるか楽しみだな。想像しただけでこんなに楽しいんだから、実現したらもっともっと楽しいよね。そうだ、東京に来てもらうならどこに泊まるのがいいかな。やっぱりうち？ちょっと狭いかもだけど、それはそれで楽しそう。みんなと一緒ならどこへ行っても楽しいと思うんだ。私もそう思う。詳しくは後で連絡するね。あ、そうだ、忘れないうちに今日の記念写真を撮ろうよ。ちかちゃんいいかな。どんなポーズがいいかな。手とか繋いじゃう？こう？これだとカメラに入らないかもだから、肩の高さにしようよ。こうやって、じゃあ行くよ。はい、チーズ。設定間違えて連写になっちゃった。チカちゃんにも送るね。それが携帯控室に忘れてきちゃったみたい。